中川康君委員長、中川君おはようございます。えー、公明党の中川康弘でございます。えー、本日は政治とカネの問題について、総理に対して何点か伺います、えー。冒頭、今回の事案に対する総理の決意を問います。えー、自民党の派閥の政治資金パーティーにおいて、まあ、多額のキックバックを受けながら、収支報告書に記載せず、裏金化していた問題、これは国民の生活感覚から大きくかけ離れたものであり、断じて許されるものではありません。えー、総理 政治,は政治は国民の信頼があって初めて成り立つものであり、仮に国民の信頼を失えば、目下の最重要課題である野党半島地震の復旧や物価高対策をはじめ、我が国の政策を前に進めることはできません。また今回の事件は、これまで長く保ってきた政治の安定さえも崩しかねない、有識問題でございます。公明党はこのような強い危機感から、政治と金の問題については、厳しく指摘するところは指摘しと、同時に、 国家の政策課題については、与党の一角として、その使命と責任を持って、この国の政治を前に進めてまいります。そこで冒頭、自民党総裁でもある総理に伺いますが、総理は今回、自民党の中で事件化したこの政治とカネの問題について、国民に対してどのように説明責任を果たそうとされるのか、またその実態解明や再発防止、さらには国民への信頼回復に向け、いかなる姿勢で挑もうとされるのか、総理の強い決意を伺います。 内閣総理大臣、岸田文雄君。決意を述べようということでありますが、あのまず、先ほどに、仁和委員の質問にも答えましたように、真、まあ、なくばたたず、国民のこの信頼なくして政治の安定はない、政治の安定なくして政策の推進はありえない、このことをしっかりかみしめて、この党として生まれ変わる覚悟で、 この改革に取り組ままなななければならいないと思っていますそしてどのように実態解明、進めていくのかということにつきましてはあの、今、政治資金収支報告書の修正が行われている中で、実態が明らかになっていくわけですが、その関係議員の説明責任をしっかり促していくとと,ともに、党自らこの実態把握、 あるいは政治的なこの観点から、この事,態事件についてこの、明らかにしていかなければならない、このように考えています。党役員中心になって、関係者のヒアリング、聞き取り、これを精力的に進めながら、実態を把握し、党としての対応を考えていきたいと思います。併せて 今回取りまとめた第一歩であります中間取りまとめの中において、運用面、制度面における政治資金の透明化を図っていく、あるいはいわ,ゆるいわゆる派閥を解消して、真の政治政策集団に変わらなければならない、そして党のガバナンスを強化しなければならない、こういった内容について、 これを実,実行する、このことが、えー、まず第一歩として重要だと考えています。えー、そして引き続き、まあ、政治改革について、先頭に立って、えー、取り組んでいきたいと考えております委員長中川康弘君、総理、ありがとうございました。えー、総理、冒頭、ですね国民は政治のものというふうにおっしゃいました。私どもも公明党もそそのの通りだと思いますそのために政政治あ政治は そのためにもですね、この説明責任、また実態解明、また再発防止、さらには信頼回復、ぜひとも進めていただきたいと思っております。次に、政治資金規正法の改正について伺います。総理は今回、派閥の解散を表明されました。しかし、これはあくまでも自民党内の問題であり、これにより、今回の再発防止策がなされたとは思いません。各種世論調査を見ても、派閥のあり方もさることながら、国民の最大の関心は、 今回のような事件を再発させないための政治資金の透明化や、ルールに違反したものへの,この罰則の強化など、政治資金規正法の改正そのものを求める声が圧倒的であり、今回、政治の側に課された責務もそこにあります。そこで公明党は1月18日、このような問題を二度と起こさせないとの強い決意から、この公明党政治改革ビジョンを各党に先駆けて発表をいたしました。 総理このパネル、資料は、その政治改革ビジョンの主なポイントを示したものですが、今回の柱は、この政治資金の透明性の確保と罰則の強化の2点であります。はじめにその下の罰則の強化ですが、今回の検察による立件は、派閥の会計責任者、議員、秘書を起訴する一方、派閥の幹部の立件は見送られたため、この検察の捜査結果について、疑問を呈する声も聞かれるところであります。 しかし、私は今回の問題の本質は、決してこの検察の捜査に問題があったのではなく、その根拠法である政治資金規正法の内容そのものの不完全性、それ自体に問題があったのではないかと思います。 そこで今回の改革案では、罰則の強化として、いわゆる連座性の強化を明記いたしました。具体的には、国会議員関係政治団体の収支報告書について、代表者が適法に作成されている旨の確認書を新たに提出すること、また虚偽記載などがあった場合、代表者が会計責任者の選任、または監督のいずれか一方でも相当な注意を行った場合は、罰金刑に処することを明記しました。 当然、罰金刑となれば、連動して公民権停止となり、代表者が現職の議員であれば、これは失職をいたします。現行法で罰金刑に処されるのは、専任監督、両方の注意を行った場合のみであり、今回の提案が実現をすれば、罰金刑のハードルはかなり下がることになり、抑止力が高まります。また、代表者の確認書の提出によって、私は知らなかったという政治家の言い訳、これはもはや通用しなくなります。 公明党は今回、この収支報告書の不記載および虚偽記載を二度と許さないためにも、この連座制の強化は政治資金規正法改正の一丁目一番地と言い続けております。総理、今、国民は私たち国会議員の政治改革に対する本気度を見ております。ゆえにこの改正は国民の政治に対する信頼を取り戻すためにも、何としても実現すべきと考えますが、いかがでしょうか。自民党総裁でもある総理の連座制の強化に対する決断を求めます。 内閣総理大臣、岸田文夫君あの自民党の中間取りまとめにおいても、この政治資金の透明化、あるいは、えー、公開性の強化、えー、そして、えー、ご指摘の,この管理体制、うんより厳格な権利管理体制を強化する、まあ、こういった点をまあ重視し、そしてその中で、まず自民党自身ができること、運用面でできること。 これをまずやるということで、えー、政策集団の政治資金パーティーの禁止をはじめ、えー、この,おその自民党としてやるべきことを定めた上で、今度は制度面、法改正を伴う制度面についても、自民党として先ほど申し上げた考え方に基づいて、しっかり取り組んでいく、こういったことを明らかにしました。委員ご指摘のこの法改正の部分は、まさにこの制度面の議論であります。 自民党もより厳格な管理体制を強化していくということ、観点から、この議論に貢献していきたいと思いますし、この政治資金規正法についても違反した場合、厳正な対応を行うことによって、違反の抑止力を高めるべきであるという考え方には、 私も、考え方、あ、え、共感、共有いたします。え、そして、その考え方に基づいて、ぜひ。この、政治資金規正法の改正についても。党として考えをまとめ、議論を、真摯に議論していきたいと考えております。中川康広君。はい、ありがとうございました。あの。 今回あの、自民党は先ほど総理も申し上げたとおり、この中間取りまとめにおいて、このいわゆる連座制の導入というのをです、ね、まあ、まずはということだと思うんですが、党内の運用面における処分としてまあ位置づけられております。しかし、これ、収支報告書の提出というのは、与野党問わずにですべ、ね、ての議員に課せられた問題であり、置かれている状況は同じであります。 ゆえに、この運用面だけで終わると、その自民党の党内処分というだけで終わってしまう可能性があるわけであります。で今回のこの連座制の強化というのは、自民党内だけの運用という位置づけではなくて、このすべての議員が対象となる、いや私ども公明党は法改正でするべきだというふうに思っております。まあ、今後、与野党協議が始まると思いますが、まあ、総理はこの衆議院で過半数を持つ自民党の総裁であります。ゆえに、国民は今回の決断を見ております。 今後の自民党における総理のリーダーシップ、これを期待いたしますので、もう一言、決断をよろしくお願いします内閣総理大臣、岸田文雄君。はいあの、まあ、連鎖性を含む、より、えー、厳格な、まあ、管理体制を強化していくという、まあ、考え方について、まあ、党として、まあ、考え方をまとめたわけですが、委員ご指摘のように、これは自民党だけではなくして、すべての政党が変わる共通なルール、 ルールについてこの議論をし、そして結論を得る、これは重要な考え方だと思います。ぜひ、この各党、各会派がこの共通のルールとして、こうした管理体制の厳格化、連鎖性を含む、こうしたこの議論、自民党としても議論に真摯に貢献したいと考えております。 中川康弘君、はいえー。ぜひとも決断をしていただき、実現をしていただきたいと思います。えー、次に、えー、政治資金の透明性の確保について伺います。えー、特に、えー、党幹部など議員が政党から受けたこの政策活動費の使途公開について提案をしますここででもビジョンでそれを明記しております。 この政策活動費については、政党が党幹部など、議員にいくら支出したかは明らかにされておりますが、受け取った政策活動費をその議員がどのように使ったか、これは公開されておりません。また、今回、捜査の対象となっている議員の一人は、派閥からキックバックを受けたお金は、政策活動費として受けたものであり、公表しなくていい、さらには収支報告書に載せなくていいと思っていたという趣旨の発言をしております。 実は私はこの発言については、今回の事件において相当重い発言と認識しておりますが、仮に今回の問題の中心である、このキックバックの金の隠れ身のとして、この政策活動費という言葉が使われていたのであれば、これは政治資金の不透明さを増すものであり、断じて看過できない問題であります。実はこの政策活動費については、自民党だけではなくて、一部の野党においても、この党幹部に多額のお金が提供されております。 総理、公明党は、この政策活動費についても、この際、与野党を超えて議論を行い、人公開の義務化をはじめ、透明性の強化に向けた、あるべき姿を作る必要があると思いますが、最大会派でもある自民党の総裁としての、この総理の決断を伺います。内閣総理大臣、岸田文雄君、ご静粛にお願いいたします。あの、日本の国の政治資金というもの、これは、あの、政党等の政治活動の自由と、そして一方で、 国民の知る権利、この2つのバランスの中において、今まで議論が行われ、そして現状の法律に行き当たっていると承知をしております。そして、今、委員のご指摘のように、政策活動費について、さまざまなご指摘が行われている、こういったことであります。これ、政策活動費というもの、政党などの政治活動のために、 あるものでありますが、まあ、その使徒の公開ということについては、まさにこの政治の自由の部分と関わる部分でありますので、ぜひ各党各会派と真摯な議論を行いたいと思います。政府とあの自民党としても真摯に対応していきたいと考えます。中川康弘君はい、ありがとうございました。 今回、この政策活動費については、まあ、自民党もそうなんですが、過去の就職国告書を見ると、維新、えー、立憲、維新、国民においても出されている状況があるんです。で、議論を聞きますと、やはりここ、しっかりと、まあ、やっぱりあの、透明化を図っていきたいという議論もすでにありますので、まあ、議論を進めるということも大事ですが、ここはやっぱり決断をです、ねまあ、していただきたいというふうにも思っております。 今回やっぱり立憲された議員の一人の中でですね、この政策活動費だったから、公表しなくていい、さらには収支報告書に載せなくていいという発言、これはやっぱり不透明さを出したというふうに思うんですね。そういった意味においては、えー、公明党としてもこの部分はですね、しっかりと、え結、ー、を取っていきたいというか、形をですね、取っていきたいというふうにも思っております。今回の派閥の政治資金パーティーを舞台とする政治資金の裏金化の問題は、国民の政治に対する信頼を大きく失墜をさせました。 総理をはじめ、我々国政に身を置く者は、今回の問題に真剣に、また強い危機感を持って取り組まなければいけないと感じております。そして、我が国の政治そのものが、国民からの信頼をいま一度取り戻すためにも、与野党が今回は一丸となって知恵を出し合い、成案を作り出すことが重要です。そのためにも、私ども公明党は、今回の議論をリードし、合意形成の中核となって努力をしていくこと、これをお約束をいたします。 また自民党の総裁でもある総理の今国会における決断とリーダーシップこれに期待をいたします以上のことを申し上げまして私ども公明党の質問を終わります大変にありがとうございましたこれにて中川君の質疑は終了いたしました